ヤクルト打線が手を出さなくなったということがね、はいはい、小川監督そんな話もしておりました。で、いい球だと初球のストライクからどんどん振っていくというところが今シーズン浸透しているという話をしておりました。ボール3つ先行でちょっと苦しくなりましたマウンド上の中田。さあしのげるか。外いっぱいはこれはストライク。あれがストライクかというような表情のバルンティンです、ね、その前のインコースの球がストライクの意味でしたからね、そうですね、まあ、でも完全に、はい、ベースは、ね、通過してますよね、通過してますよね、さあフルカウントになりました。ご覧のように三塁一塁、まあ、三振ゲッツが一番いいんでしょうけどね、そのためには、まあ、低めの変化球かフルカウント。やっぱちょっと高いですね、はい、ボールを投げきれないというかね、低くね、やっぱフォアボールにしちゃいけないって、これは危ない球ですよね、フォアボールにしちゃいけないっていうのがあるんでしょうけれど、はい、先ほどのスライダー見逃したのストライク取られたのはボールだと思って判断してますからね、ということは広くしてるはずですよねストライクゾーン。なるほど、次が8球目外に構えて変化球スライダーか。おっとこれはいけない、球が伸びていく、どうか、入った、17号スリーラン。やっぱりちょっと配球的ミスというかね、やっぱまともに3球2つ打ち損じてからの3球目の甘い球ですから、それ伸ばさないですよね、くれませんよね、はい、もうね、今ホームインです。3点を先制しました東京ヤクルトスワローズ。さっきちょっとご紹介しましたように開幕からずっとこの初回の得点が多い東京ヤクルトなんですけども、これで52試合で24試合の初回の得点になりますよね、はい、やっぱり数字は物語ってますよね、そうですね、それと打線が好調っていうのはね、はい、だから一番取られ方としては悪いパターンですよね、やっぱりクリーンアップにね、やはりバレンティンにランナー残して回すっていうのはね、